STS-96 はディスカバリーを用いて行われた国際宇宙ステーションへのスペースシャトルのミッションである。ISS とシャトルのドッキングが初めて行われた。またスペースハブが運ばれた。1999年5月27日6時49分 EDT にケネディ宇宙センターから打ち上げられた。ケネディ宇宙センターから打ち上げられるディスカバリー。 緊急脱出訓練をする、ペイエット STS-96 では、国際宇宙ステーションの建設と補給が行われた。インテグレーテッドカーゴキャリアでは、ISS のロシア学分、スプスハブオーシャニリングスペースシステムボックスに、取り付けられた、ストララとして知られる、ロシアの2役クレーンと、オルトランスファー、デバイスと呼ばれるアメリカ合衆国の2役クレーンが、運ばれた。他にも、 スチューデントトラクテアトモスフェリックリサーチサテライトフォーヒューリスティックインターナショナルネットワーキングエキプメントやシャトルバイブレーションフォーセスエクスペリメントオービターインテグレーテッドビヒクルヘルスモニタリングヘズテクノロジーデモンストレーション等のベロードが運搬されたスターシャイン衛星は48.3センチメートルの弾の空洞が平らで磨かれた 直径1インチの1000枚の鏡で均一に囲まれた構造をしている。スターシャイン衛星のペロードはパレットイジェクションシステムと一体化され、蓋のない内部に収められた。一つの HH ライトウェイトアビオニクスプレートから構成される HH エクイプメントも内部に収められた。HH エクイプメントはヒッチハイカーイジェクションシステムエレクトロニクス。 142リットル容量の HH キャニスターアダプタービームアセンブリーが各一つずつで構成される。このペイロードの目的はボランティアの学生たちの訓練のために数ヶ月にわたってこの反射しやすい衛星を観測させることだった。シャトルバイブレーションフォーセスエクスペリメントでは宇宙空間のペイロードとその上に取り付けられた構造の間に働く気進力が測定された。 4つの振動子は標準的な1.5メートルの容器に入れられてガスアダプタービームの側面に取り付けられた。ペイロードは打ち上げの際の機体の振動によって自動的に起動され約100秒間作動する。STS-96 は SV 回実験が行われた2回目の飛行であった。オービタインテグレーテッドビヒクルヘルスモニタリングヘズテクノロジーデモンストレーションの目的は 将来のオビタの改良はイボムのために運用環境におけるセンシング技術の情報を収集して設計の決定に役立てることだった。アイボムの目的は流線型の問題を解消し全体的な安全性を向上させることであった。またブリザードエンターテイメント社のゲームスタークラフトの複製も STS-96 に乗って宇宙を飛んだ。 これは現在はカリフォルニア州アーバインのブリザードエンターテイメント本社で保管されている。NASA ではジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。曲は家族等によって乗組員個人にとって特別な意味がある曲や日々の活動に適切なものが選ばれる。ありがとうございます。